はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルービーチです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗る、続けていきたいと思います。今回はいよいよね、ソロモン要塞の攻略戦を行っていきたいと思います。で、一つだけね、報告があってですね、実は地球でハワイが陥落、ジョン軍の攻勢の前に奪還されてしまっているという状況なので、一刻も早くね、このソロモンを攻略してアバオア空母を抜き、サイド3、ジオン本国を目指していきたいと思います。では早速、ソロモン要塞攻略戦始めていきます。まずはユニコーンをやっぱり前面に出す戦いは変わらずですね。で、我々の方で言うとですね、バーミンガム、グレイファントム、そしてホワイトベースとあるんですけども、まずはユニコーン無双をかけていく、そこからですかね。攻略ルートはこのまま南下して左に行く、マップ上を南下して左に行くルートを考えています。では早速始めていきましょう。味方がね、ある程度侵入はしてくれているので、そこで数を削るのに協力してくれればなおよしっていう感じですね。戦力的にはやっぱりどうにも当てにはならない部分が多いと思うんですけどね。ユニコーンに頼り切った戦いになるとは思います。なのでブライトが落とされないように、ホワイトベースが落とされないようにっていうのだけはね、夢しっかり対応しておかなきゃいけないかなとは思います。一旦ここはだからイノフスキー粒子を散布しておきましょう。でユニコーンに殺到してくれれば一番いいですからね。攻撃と反撃で数を減らしていく。ただみんなそれなりの強さを持ってきてはいるね。パワードジム、デンドロビーム、あとバーミンガムもまあ硬いですからね。でも相手もね、チベ級巡洋艦をむちゃくちゃ数並べてきてるからな。さあではユニコーンを少し前に出していきましょう。ここでそうだな、ゲルググを仕留める。ジオングが強そうだな。ここはフラーマーガンダムにサイサリスプロトタイプガンダムバーニアンを出して仕留めよう。パーフェクトジオングを落とせればだいぶ楽になってくるかなとは思うので、ジムはちょっとここだと戦力不足すぎるな、いくらなんでも。で余計な地上専用モビルスーツが何機か入っちゃってるので、これはどっかのターンで、まとめて地球に降下させて使いましょう。ちょっと音が小さかったかな、ごめんなさい。レベル将軍もこのまま特攻すると落とされそうな気するけどね。いや、さすがよ、ユニコーン。エネルギーの消耗が激しいこと以外は、すべてがパーフェクトですからね。あとは、落とされないことかな。レベル将軍が落ちましたね。ここは持つ。ここも持つ。よし。このまま行こう。ただ、敵もね、艦隊からの攻撃ってなるとどうしても無双するにはちょっと遠いかな。結局のところを攻撃を仕掛けてくるので、そこにはまらない限り攻撃がね
あまり数打てないっていうのがありますからね。一番いいのが攻撃して反撃でさらに仕留めていくっていうね、このパターンが多分一番効率よく敵の数を減らせるのかなと思うんですけど、それをするにはちょっと艦隊攻撃は向かないのかなっていうね部分はありますね。まあ、ただ敵の艦隊もね確実に沈めていきましょう。ギレンをギギア、まあ、オデッサに比べると数自体が少ないのかなっていう感じはねしますね。オデッサは多分合計で100機前後の敵が展開あるいはしたんじゃないかなという気がしますからね。これドアニング撃破します。でガンダムもまだ大丈夫だね。ここで仕留めましょう。グレイファントムがちょっとダメージ受けてるので回復させよう。ホワイトベースも少しエネルギーが減ってきてますが、ここは確実に仕留めにかかる。でドズルのドロスか、これも重たいよな。デンドロビームがもうエネルギー切れ起こしてますね。ユニコーンは次のターンでもう一個先の前線基地まで足を伸ばせれば一番いいかな。でユニコーンを除く残り全機でドロスを潰す。まあ、やっぱりね数ターンはかかりますね。では予定通りまずユニコーンを前に出していきましょう。であとはですねホワイトベースを一度離脱させます。まあこれは後続で要請しているモビルスーツを受領したいのでそのための一時的な撤退ですね。でドロスを仕留めましょう。なんとしてもここでドロスを撃沈しておいて補給路をね確保してしまいたいかなというふうに思います。味方もさらに増援入ってきてますからね。ジャミートフ、あとはデンドロビームも回復したら前線に出てきてくれるでしょう。まずは補給線をしっかりつなげましょう。そのために邪魔になるドズルのドロスは残りましたね。ドロスの撃破ができれば前線への補給が可能になりますね。ここはじゃあ手柄はセイラさんなのかカイなのかジョブジョンなのか、まあ、いずれにしても手柄を譲りましょうメンバーに。いやでもバーミンガムの主砲の射程も長いね。こうやって見るとデンドロビームがちょっとエネルギーが心配になってきてるな。ドロスを撃破して前線への補給ができるようになればユニコーンをさらに前に進めましょう。じわりじわりと
ソロモン要塞の中枢に迫っていると。さあ、ルートなんですけど、この後は、いや、ソロモンはこの後真ん中結構シビアだな。一度ユニコーンを突出させて数を減らすしかないんだな。ノイヘジールがいるじゃないか。パーフェクトジオング、いや強力だな。ここはノイエジール先に潰すか、パーフェクトジョング先に潰すか、まあ、もちろんバルバルもいますけどね。ここはノイエジール先に潰しましょう。サイサリスもちょっとエネルギーが切れてるな。ユニコーンとあとは残りの連邦軍のね、一般兵たちに期待しましょうか。アムロのユニコーンが無双するには少しエネルギーの供給源が遠いかな。いや、思ったよりしっかり残るな。敵も強い。ノイエジールも残ったかといってね、ユニコーンの火力を改造で上げるとより消耗が激しくなるので、どうしてもユニコーンはこのままでいきたいんですよね。ノイエジールがこれ逃げちゃうので、おそらくね。ソロモン落とすには少しアムロのユニコーンのエネルギー不足が心配かな。ウラウボはもう大丈夫だね。前に出しましょう。で、モビルスーツ隊も出していきます。デンドロさんも回復したね。ユニコーンも次のターンで戻さないといけないかな。一度ね、エネルギー補給という意味においては。よし、パーフェクトジョングとバルバロを同時に撃破した。ここ今ゲルググが残ったところ、これ基地になってるな。ここ取れれば前線での補給拠点にできますね。まだジオングいるし、あそこにドレンが無罪になってるな。ノイエジールもどんどん回復してきてるしな。アムロでノイエジールを落とすというのもありですけど、一度戻しましょう。デンドロビームが攻撃をおそらくある程度してくれるかなというのもありますしね。マクベのチベを落とすか、ドレンのムサイを落とすか、もしくはパーフェクトジュンか。まあここはチベだな。じりじりと寄っていっているので、ユニコーンも次のターンで再び出撃できると思うので、そこでまた数を一気に減らしていきましょう。
ジオングに傷をほとんど与えることができなかったな。デンドロビームがマップ兵器使ってくるのか。これ味方が巻き込まれないように気をつけないとね。コンピューター結構そういうの無視してきますからね。フラウボーがドレンと打ち合ってるってのもすごいよね、あのフラウボーが。ではまたユニコーンを出していきましょう。バーニアン含めたこのガンダムチームはまだいけるね。なのでちょっと前に出して敵の侵入を防ぎましょうか。かといってパーフェクトジョングと戦うのはきついよな。ここはドレン潰しに一役買ってもらいましょう。でヘビーガンダムが少し減っているので戻します。ジムも戻す。残りのメンバーでドレンを確実に落としましょう。でユニコーンを出す。ユニコーンでパーフェクトジオングを落とせれば一番いいけど、ちょっと数的には無理なのかな。となるとこのガンダムチーム、いやーしょうがないね、一旦このままいきましょう。でフライボーもジオングの攻撃に入りましょう。なんとか前線基地を一つ前に進めたいですからね。ジオングが一機残ったが、ドレンは落としましたね。よし、これでユニコーンが入れるぞ、あの基地に。パワードジムが撃破されたね、ベイトの。ただ大きすぎる戦果だ。アムロのユニコーンがここに入れる。そしたら未来さんのグレイファントムを前に出して攻撃に入りましょう。バーニアンは一度戻します。いややっぱりオデッサがいかにきつかったかなっていうのがね、この戦いでよくわかる。ソロモンよりもオデッサの方がきつかったですからね、きつさ具合で言うと。ハワイは陥落したもののソロモン取った方が明らかに大きいから、これはプラスに働いてるかな。デンドロビームはマップ影響を味方を巻き込んで撃ってくるな。ブレックスが落とされましたね。異次元戦争の時のブレックスは階級何なんでしょうね。ゼータガンダムの時は準将になったかな、確か。ここにノイエジールがいるな。ここはもう確実にノイエを落とすか。ガンダムチームも出してノイエジール叩き。ノイエを確実に仕留める。これでノイエジールもろともソロモンの主力戦力を叩いちゃいましょう。パーフェクトジョングもまだ健在だもんな。
ユニコーンのビームマグナムが入らないからな、でもここ。結構残ったな。これだと仕留められないんじゃないかな。フルアーマーレックス。これはただのアレックス。残っちゃいますね。これはジム。ジムは一撃で撃破された。指揮官機でしたね。いや、ノイエジール硬い。いや、バーミンガムもあそこまで削られるのか。さすがだな、あのイエジールは。ここはアムロが確実に落としましょう。で、アレックスがちょっと減ってるので、アレックスは発進して、ヘビーガンダムとジムは出しますか。これで終わらせよう。よし、ノイエジール撃沈。ここにただパーフェクトジオングが残ってるのか。強いな。フラウボも残ったね。次のターンで占領できる。占領したら、このまま敵の残存部隊を撃破していきましょう。これで確実にね、終わらせましょう。で、残存部隊を撃破したらソロモン攻略が完了です。ああ、押し切れなかったが、まあ、ただこれでね、攻略は完了になったと思いますので、この次のターンでブライトを中に入れて終わらせましょう。ソロモン攻略完了ですね。さあ、続いて、まあ、おそらく史実通りであれば、バーワーク進行作戦になると思いますので、戦力を用意してですね、バーワーク攻略戦に備えましょう。で、モビルスーツをですね、少し移動させておきます。ソロモンにいるガンタンク、これを輸送する。ガンタンク、ここにいてもしょうがないからね。どこに輸送するかだな。北京マドラス、今一番危ないのがトリトンなんですけど、トリトンは輸送ができない状態になってるので、まあ一旦北京あたりに入れておきますか。で、あと、そうだな、この中で言うとガンキャノンも動けないと思うし、ゼフィランサスも動けないので、この辺りも一度地球に送っちゃいましょう。ここに持っててもしょうがない戦力。アクアジムもそうだね。この辺りを
輸送します。まあ廃棄してもいっちゃいいけどね。オデッサに送りましょう。で、あとは戦略メニューに戻って、要請モビルスーツ、事務指揮官機を2機ほど要請します。ペガサスをもう1隻要請しているので、それの到着も待たれるかなというところですかね。ではユニコーンから出していきますというところでね、次回はバオア空戦を行っていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。